おはようございます。陽介釣りチャンネルです。よいしょ。今日はね、11月の24日日曜日ですね。多分ね、11月最後の岸釣りです。1投目放り込みました。今日はね、北九州からお友達が遊びに来たんでね、糸島の方でちょっとキスリやろうと思ってます。釣れるといいんですけどね。天気もいいし、風もね、今のところ当たってないんでね。あとはキスがいるかどうか。意外とね、釣り人が多いんですよね。左も投げ釣りの人2人いる。まあ、ちょい投げのね、家族連れの方もおられますけど、そこそこ投げ釣りの人いるようです。さあ、今日ね、まあ、お友達の釣果なんかも見ながら楽しみたいと思います。ということで、今日も最後までご視聴の方よろしくお願いします。今んとこ当たりなし。一投目から当たってるらしいですね。結構遠目かな。僕ね、4色ぐらいから引いてるけど、今んとこ当たりありません。おお、ナイスナイス。パターもいい。瀬戸さん1投目3連パターいい。一番下いいっすね。上もいい。おお、いるね。当たったのは5色5色に入ってからちょっと投げてみよう。手前はピンギス。寒いな。今日ね、ここに来る道中は8度ぐらいだったかな、気温は。よいしょ。体がなまってる。よいしょ。体が動かん。いい当たりが。あ、アマモ。あ、うそ。あ。そう。寝かかっちゃったよ。あ、外れた。切れちゃったかな。あー、やっぱり針切れちゃったね。5色半ぐらい。よいしょ。また20センチぐらい。いや、うん、当たりいいっすもん。当たりはいいっすもん。食い上げてくるっすね。ちょっと切れたけど。ナイスキース。おー、ピンも混ざるっすね。ナイス。ちょっと完全に出遅れちゃいましたけどね。3投目気を取り直してやってみましょうか。いたいた。よいしょ。ああ、もう体が動かん。膝が痛くても体が動かん。よいしょ。やっぱなんか引っかかったみたいだね。なんか沈んでるんかな。いいですね。
ちょいちょい甘みがあるな。いいでしょう。なんだ？なんかえら重いな。え？でっか。おもろ。ナイスキース。映ってるかな。よいしょ。20センチ。おお。20と19、ダブル。よいしょ。はい、今日のタックルです、今日はダイワのプロトギア、リールは、ダイワトーナメントサーフですね。で今日道糸は 0.85 の P ライン、それに自作の天秤に、自作のブラ天秤ですねに、鉛が23号の海藻で、針はセメキス4号、5本とか6本でねやってます。ここも引っかかんのか。今日はちょっとね運動不足、膝が痛くてね、ちょっと最近ウォーキングもできてないんで、運動不足解消にね、あのぶん投げに来ました、まあ、言うてもそんな飛ばんけどね。おお、めっちゃいい当たり入った。おーおーおーおお、楽しい。ちょっとなんか引っかかる前に回収しようか。いるいる。じゃあね、12月ですね。まあ今日の朝の気温はね8度ぐらい、水温はまだねこの辺は20度とか21度ぐらい、あのアプリのねあの表示ではありますので、もう少しね12月に入ってからも浜でねやれると思いますね。ちょっともちろん数はね減ると思いますけど、12月の中旬末ぐらいまでね浜遊べるとね嬉しいんですけどね。今日もこんなにねいいのがポコポコ釣れるとは思いませんでした。少し距離は遠めですけどね、まあ5色ラインとかで当たってるんでね、あの投げる方は全然届くと思います。これもいい当たりがね入ってます。よし、回収。よいしょ。あった。なんか毎度当たり、いい当たり入るな。距離はほぼ一緒ですね。5色半ぐらい。6投げてね、ちょっと引いて、5色半でね、いい当たり入ってます。これも A 型だ。かかるんだよな。また針ね全部持ってかれちゃいました。ちょっと移動。今
今日はね、北九州から瀬戸さんと、春園さん、春園のオーナーさんですね、小倉北区の、中華料理春園さん何度か食べに行きました。僕のおすすめは豚天定食。ご飯もおかわりできて、このね米が高い時代ですけどご飯もおかわりできます。とても美味しくてね、行ったら大体おかわりしてお腹いっぱいになって帰ってくるんですけどね、僕みたいに大盛り大好き人間にはねありがたい、お食事どころなんで、もし皆さん小倉行かれることありましたら春園さんに寄ってみてください。いろんな定食が、僕豚天しか食べたことないけどね、いろんな定食もあるみたいです。その後どうですか？ポツポツ、いい方釣れてますね。ナイス、素晴らしい。いますね、肩がいいね。来てよかった今日は。根掛かりあります？4尺ぐらいで、4尺この辺は、5が引っかかるんですよ。あ、5はやっぱ引っかかるんですね。4で釣りをする。え、4尺です。手前で、はい、手前にいます。今当たったっすね、20センチぐらいのもの。本当ですか。じゃあちょっと手前でやるか。向こう4尺いませんでしたもんね。あ、頑張ります。今日はキャスターズの、糸島キャスターズの人筋さんも来られました。ちょっとみんなでねワイワイやりたいと思います。よいしょ。かかるみたいなんでね、かかる手前でやってみましょう。シンカーを V シンカーの23号に変えました。おお、この見るともうちょっと粘るか。シンカーのしか釣れないんでまた戻りましょう。あ、仕掛けですか。それ。はい、最近愛用されてる。トーナメントハーフ。赤は綺麗。なかなか浜じゃ振り出し使わんけど。これを草まで持っていけば。草。ボードが邪魔すぎて釣りになりませんので、他のところに移動します。まあまあね、いい方が釣れてます。よいしょ、はい、ちょっとね、場所移動前に
瀬戸さんの釣果です。まあ20センチ前後でね、本当ね、肩揃いでいい感じです。釣れてまーす。ね、ちょっと風が強かったり、サーファーがいたりでね、流れてやってきましたね。土管長かな。うわ、あっさあっさ超浅い。あの出っ張りの先っぽからやんないと。あ、でも釣れるのか、どうやろう。釣れるとは思うけど、ね、まあ、とりあえずやってみますか。え、故障でこんな引くもんなんですね。もうよ、びっくり。ちょっとね、ここでやってみましょう。はい、ので今日は農館です。よいしょ。結局ね、さっき釣った分だけ、これだけで終わりです。残念でした。でまだまだね、ちょっとここの浜はダメでしたけど、まだ釣れる浜もあると思うんでね、12月もう少し浜で遊びたいと思います。ということで今日も最後までご視聴の方ありがとうございました。もしよければ高評価ボタンとチャンネル登録、あとコメントの方もよろしくお願いします。